はい、ともやさんこんにちは。海辺の工務店気ままチャンネル S クラフトの新原です。今日ご紹介する平屋の間取り考察動画33ですね、第33本、こちら14坪ロフト付きという間取りを考察していきたいと思います。しかもここですね、インナーガレージ付きになっています。過去の間取り考察動画の中で一番人気のインナーガレージ付き、さらにロフト付き、それの改良版ですね。今回は14坪という形にしてみました。敷地44坪のこの区画なので、一般的な分譲地よりもちょっと小さいというイメージですよね。そこにこのような平屋を建ててみようということです。それでは間取り考察動画行ってみましょう。今回はここに住む方のイメージとしては2人暮らしですね。2人暮らしロフト付きという形にしてみました。はい、今回入っている車はアルファロメオですね。アルファロメオを入れてみました。まずはいつものようにね、ぐるっと外観を見てみたいと思います。今回はこのようにここをちょっとオープンにしてみました。オープン、ガラスは入ってますけどね。外壁はタイル調のサイディングにしてみました。このようなイメージですね。ここの部分が今回はロフトになります。敷地44坪でもこのような形でガーデニングもしっかりできると。ここは今テラスになってますけど、ウッドデッキにしても大丈夫ですね。今回ですね、ここの玄関テラスの部分ですね、ここを少し壁をへこましています。そのためこの屋根の軒の部分ですね、ここがしっかりと日よけと雨よけになってくれると。それでは気になる間取りの方を見ていきたいと思います。はい、ここですね、敷地面積 44.7 坪、建物の大きさは 14.12 坪、まあ14坪ですね。最初にここのインナーガレージですね、ガレージいらないよっていう方はこの部屋を寝室とウォークインクローゼットにすることも可能です。ここ玄関ポーチですね。そしてここ玄関ドアを入ると玄関ホールがあって、ここに靴を並べられるシューズボックス、まあ、オープンのカウンターが5段ある感じになっています。玄関を入ると、はい、まずリビングですね。 8.7 畳のリビングと、そしてリビングから続きになっているダイニングキッチンですね。さらにダイニングキッチンの奥には、今回広めに取ってみました脱衣洗面室、そしてトイレですね。ここが洗面化粧台になります。そしてこれが洗濯機ですね。その奥にトイレ、そしてここはクローゼットですね。ここ、まあ、今回ですね、これだけランドリースペースの広さを取っているので、ここの部分に天井からホスクリーンを、まあ、3列ぐらいかけることができますね。さらにダイニングキッチンから抜けて、そのままここのテラスにも、まあ、ここを洗濯物を一応ね干せるような感じでイメージしてみました。そしてリビングですね。リビングは今回大型のソファーを設置して、ここに壁掛けのテレビと、ロフトに行く階段はここからこのように上がっていきます。そしてこの階段下ですね、ここの階段下の部分には収納を設置しています。階段下収納ですね。ロフトを見てみたいと思います。ロフトは約 5.5 畳、純粋な平屋建て申請になるため天井の高さは 1.4 メーターになります。さらにこのリビングの上、ここは吹き抜けになっているので勾配天井ですね。はい、建物の大きさはというと、まず奥行きですね、建物の奥行きは 5.46 と約 5.5 メーターですね。そして建物間口は 9.1 メーターですね。 9.1 メーター。それで合計14坪という建物になっています。ではこの間取り、立体化して中の様子を見ていきたいと思います。
真上から見るとこのような様子になっています。ここ玄関ホールですね。そしてここがシューズクローク、まあ、棚ですね。玄関からリビング入るとこのようなリビング、ダイニングキッチンと、そしてその奥にはここが洗面脱衣兼ランドリースペースと、ここのスペースが収納になります。そして 0.75 坪のユニットバスロ、ランドリースペースの奥にはトイレですね。そしてここが洗面化粧台、 2.1 メーターのキッチンが入って、ここに冷蔵庫、これはキッチンワークカウンターですね。リビングはここに L 型のソファーがあって、壁掛けテレビ、その奥には階段下収納の扉があります。そしてインナーガレージですね。インナーガレージがあって、このオーバースライドシャッターを通って玄関ドアから入ります。さらにロフトを見てみましょう。はい、こちらロフトになります。 5.5 畳あるので広さは十分と。さらにリビングの上からここ玄関まで、この部分が吹き抜けになっています。今回はですね、このちょっとした庭のスペースにシンボルツリーとパーゴラと、そして家庭菜園ですね、さらにここにはちょっとした植え込みをというイメージで作ってみました。はい、それではお待ちかねのルームツアー行ってみましょう。玄関から入っていきます。玄関の隣に掃き出し差しありますね。はい、まず玄関入るとこのような感じですね。玄関ポーチがあって、ここに靴を置いてもらいます。玄関正面のこの壁は高さ 2.2 メーターのところに止まっているので、上はこのような感じですね。玄関入って第一に見えてくるのはこのイメージですね。このイメージになります。キッチンですね。明るさ十分確保できるように、ここには掃き出しのサッシがついています。そのままキッチンの方に進んでいきたいと思います。今回ダイニングテーブルは設置せずに、このキッチンワークカウンターですね、キッチンワークカウンターの下に、まあ、電子レンジとかちょっとした家電を収納するといったイメージです。その上でここでご飯を食べると、キッチンからもちろんここ外に出ることが可能ですね。はい、今回のキッチンはこのようなイメージになっています。なんとね、食洗機もきちんとついてましたね。食洗機がついて IH、 そしてレンジフードがあって、上には釣り戸棚があると。でここが冷蔵庫ですよね。キッチンから玄関ホールの方を見るとこのようなイメージになっています。リビングに行く前にここの水回りを入ってみたいと思います。もちろんドアは引き戸ですね。引き戸を入ると、はい、このような空間が広がっています。今回はここに洗面化粧台、75センチの洗面化粧台、上にはこのようにきちんと収納スペースがありますね。ここはタオルをかけたり洗剤を置いたりする場所と、そしてここに洗濯機ですね。はい、こちら扉のないトイレになります。過去のコメントではですね、こう扉があった方がいいっていう意見と、扉なくても平気だっていう意見があります。皆さんはどちらでしょうか。で、前面をこう振り返ると、ここがユニットバスですね。ここは、まあ、乾いたタオルとか日用雑貨などをしまっておける収納スペースになっています。で、今回あえてここ段差つけてます。18センチの段差をつけていると、つまりキッチンから入ってくるときにこの水回りのスペースは1段低くなるんですね。それはなぜなのかというと、この上がロフトになっているからなんですね。いつものようにリビングスペースは、まあ、このような屋根なりの勾配天井になっているので圧迫感はないんですね。これは本当にね、おすすめです。小さい狭い空間を圧迫感ないように見せるために、天井はこのような形にすると。コンパクトハウスシリーズではもうこれ定番ですね。そして、まあ、リビングのこの壁から一応愛車が見れるように設定してみました、はい、リビング入っていくところから見るとこのような形になってますね。正面に階段があって、上は勾配天井になっていると。
右側はダイニングキッチンですね。そして大型の L 型ソファーが置いてあると。はい、ソファーに座ったという想定でちょっと見てみましょう。このような空間が広がっていますね。ここの壁がなくて扉もないので結構奥行きはあります。さらにこの壁掛けテレビの壁面ですね、ここも途中の高さで止まっているんですね。そのため上を見上げるとこのような開放感がある空間が広がる。さらにここは階段下収納になっています。ちなみにリビングからガレージの方を見るとこんな感じですね。この壁掛けテレビ用のこの壁面ですね、これは階段の手すりの役目もしています。ロフトを上がっていくと、はい、このような空間が広がっています。まあ今ね、家具何も置いてないんですけどね。もちろんここからここまで、天井から床までは 1.4 メーターですね。一番奥で今どれぐらいあるのかというと、ここからここまで94センチあるので、まあ、いろいろ使えるんじゃないですかね。収納を置いてもいいですし、カウンターを置いてもいいしと。まあ、今回のこのガレージですね、これはこの車のサイズ感がまあギリギリと。例えばここにじゃあランドクルーザー入れようとかっていうのはちょっと無理ですね。まあ、今回ここインナーガレージ設定にしてますけど、ここをまあ寝室、他の部屋にしたりすればロフトもついているので、縦坪14坪でもまあこれだけの部屋数は取れるということですね。建物は小さくてもいいからインナーガレージ付きを求める、まあ、そんな方に向けた動画になったのかなと思います。あと他の動画でもたくさんコメントいただいているのが、この屋根の傾斜だと雪が降った時に全部でここに雪が落ちてしまって、雪国じゃこの屋根の傾斜だとダメだというコメントをいただいてます。まあ、それに対応したまた間取りもちょっと考えてみたいと思います。